パーシー・オルドリッチ・グレインジャーは、オーストラリア生まれのピアニスト、作曲家。メルボルン近郊のビクトリア州ブライトンで生まれ、ニューヨークで亡くなった。父親のジョンエイチ・グレインジャーは有名な建築家で、メルボルンのプリンセス橋を設計している。1892年7月、10歳のグレインジャーは、ピアニストとしての最初の演奏会を、メルボルンで開き、12歳の時には、 最初の演奏旅行に出ている。その後、1895年5月に、母、ローズワニー・グレインジャーと共に、ドイツのフランクフルトへ赴き、ピアノ演奏と作曲を学ぶ。1901年、19歳の彼は、母とイギリスのロンドンへ渡り、そこで才能が開花した。この間に、コロニアル・ソングと、モック・モリスが出版されている。1907年の夏、 ノルウェーのトロールハウゲンに作曲家グリーグを訪ね彼の自国の音楽を大切にする心に民族音楽への興味を引き起こされたグレインジャーはエジソンによって発明されたローカン蓄音機を使いイギリスを回り民謡を歌いテラから収集しまたそれらの編曲も行ったグリーグは自らの指揮とグレインジャーのピアノによる演奏旅行を計画したが 実現の数週間前にグリーグが帰らぬ人となる。その後のグレインジャーはグリーグのピアノ競争曲を他の作品よりも多く演奏しており、またグリーグの未亡人ニーナからは遺品の金の懐中時計を送られている。彼はピアニストとしてドイツ、オランダ、北欧での演奏会を多く開いている。また、 スカンジナビアやイギリス、ヨーロッパ大陸諸国の音楽家たちとの交際があり、その中には、ボーン・ウィリアムズ、ハーマン・サンドビー、ディー・リアス、シリル・スコット、ヘンリー・バルフォア・ガーディナー、アール・シュトラウス、エネスク、ドビュッシー、エルガーらの名前があった。1908年、グレインジャーが26歳の時に、彼の最初の録音が、グラモフォン社によってなされた。この年、彼は、 女子運動選手のためのブラジャーをデザインしており、また、翌年にかけては、オーストラリアの女性歌手、アダ・クロスリートの祖国への演奏旅行がなされた。指揮者、トーマス・ビーチャムに勧められグレインジャーが、バレエ音楽、選手たちを描いたのは1913年から1916年に、かけてのことである。6月28日のサラエボでの銃声から、世界は、 第一次世界大戦へと向かうが、その年の9月、32歳のグレインジャーはアメリカへ移住し、そこで修正を過ごした。この年、出版社、シャーマーと契約し、翌1915年、ピアノ奏者として、ニューヨークでのデビューを果たした。1917年の4月、34歳の時に、父が亡くなり、この年の6月に、学隊員として軍に入隊する。 フォートハミルトンの第15歩兵団に配属され、ここで、オーボエとサキソフォンの演奏を覚える。1918年にグレインジャーは、アメリカ合衆国の市民権を得ており、代表作となったピアノ曲、カントリー・ガーデンはこの年に書かれている。1919年に軍を除隊した。彼の音楽は、従来の常識的な編成にとらわれず、大編成の木管楽器での合奏や、 複数配置された合唱体や打楽器のみのためのもの、ピアノのための作品も四手や八手のものが含まれる。主な作品は、ピアノの独奏、弦楽を含む三重奏、四重奏等であるが、カントリーガーデンも、この多様な編成の例外でなく、大きな編成の木管合奏への編曲もなされた。この時期が、ピアノ奏者として、また、作曲家としての最盛期であった。 当時体重は約66キログラム、身長は約173センチメートル、ブロンドの髪を長く伸ばし、走るピアニストと言われたように、階段を駆け上がり、演奏は街から街へ歩いて、または走って移動した。1922年、グレインジャーの音楽的な才能を伸ばすためともに、行動してきた母親が自ら、建物から飛び降り、亡くなるが、 彼は1928年に詩人で画家でもあったスウェーデン人のエラストロームと46歳で結婚している。翌1929年、シカゴ市民歌劇場での選手たちの演奏が47歳のグレインジャーの指揮する3台のグランドピアノと最大編成の還元楽によって行われた。1932年から1933年にかけて グレインジャーはニューヨーク大学の音楽学部長を務め1938年彼が57歳の時にグレインジャー博物館が開館した彼は1941年にエッセイいかがにして私は最初主義者になったかを書いている1914年以来二度目となるイギリスでのピアノ公演が1947年に行われ1950年に アメリカ芸術文学アカデミーから表彰された。近代のエレクトロニックシンセサイザーの先駆者と、みなされている科学者、バーネット・クロスと協力して、フリーミュージック・マシーンズを作り出した。この前衛的な創作活動は1952年、これまで続き、結局は、シュトックハウゼンの作品が脚光を浴びることにつながった。1953年に、 腹部の癌の手術を数回受け、作曲活動は続けていたが、体上は、その後回復に向かうことはなかった。その2年後、性に関するエッセイを書いたが、自分の死後10年間は公開しないとの遺言であった。1961年2月20日、ニューヨーク州ホワイトプレインズの自宅で、前立腺癌のため死亡した。遺体は、南オーストラリアの州と、 アデレードの家族の墓地に葬られた。死後の1970年代に遺言に従い、銀行に預けられていた箱を開封したところ、ムチなど SM 趣味にまつわる道具や雑誌などが保管されていた。グレインジャーは極度に多忙な生活であったが、1200曲以上の作品と編曲を残しているのは驚くべきことである。グレインジャーは、 過去の偉大な音楽家として三人を挙げており、それは、ベートーベンと、ディー・リアスと、デューク・エリントンだという。ありがとうございます。